なんか、岸田政権の支持率が14%になったとかで、毎日新聞が放置たりしていて、岸田政権は菅政権同様に朽ちるのかなって思ったりもしますが、でもね、正直言って、まあ別に岸田政権がずっと続いてほしいとか思いませんが、デマに流されて騒いで倒した場合、後に待ってるのは後悔だからね。皆さん、こんにちは、ハにゃです。本日は2024年2月20日ですね。 で、この動画では、なんか、閣議決定について意味不明なことを喚いている一般人、そして恥ずかしいことにメディアまで頭のおかしい発言をしていることを見ながら、民主主義のコスト、そして民主主義の適用を確認してみたいと思いますので、こんな人たちがバッコしているのは、ある意味日本には民主主義が根付いているのかな、と思われた方は、ぜひチャンネル登録、高評価をお願いします。では、今回の目次はこちらです。 では、早速こちらをご覧ください。こちらはアメリカ在住の映画評論家かな町山さんの2月16日のツイートですね。以下引用です。支持率16%の内閣に閣議決定で国民に負担を強いる権利はない。以上ですね。また、こちらは森谷智子さんという女優さんなのかなこの方の2月16日のツイートですね。以下引用です。誰か偉い人。 閣議決定っていうのをあの人たちから取り上げてくれませんかおかしいじゃないか。なんで勝手に決めんだよ。しかもすごく大事なこと。以上ですね。で、このお二人に限ったことではないのですが、閣議決定について何か誤解をしながら騒いでる人が最近目立つんですよね。そのために、例えばこちらは新聞のようで新聞でない。毎日出る雑誌の日刊現代の2月16日の記事ですね。見出しは。政府が少子化対策法案を閣議決定。 支持率1割台の岸田内閣乱発に正当性はあるのかですね。うーん、さすがノット新聞。見出しからやばい。では中身も見ておきましょう。以下一文用です。 閣議決定。普段あまり目にしない政治用語が16日、X、旧ツイッターで一時トレンド入りした。政府がこの日、少子化対策の強化に向けた関連法改正案を閣議決定したのを受けたものだが、国民一人当たり荒い資産で月平均500円弱になると答弁した際、ネット上で、保険料から徴収するなら増税だろうなどと異論が噴出。にもかかわらず、あっという間に閣議決定となったことから、勝手に閣議決定するな。 閣議決定を私物化するな、などと怒りの声が広がったようだ。7割の人が支持しない内閣が国会の議決も経ずに決めていいのか、この閣議決定は有効なのかと感じているようだ。2022年7月には国民世論の賛否が分かれた安倍晋三元首相の国葬も閣議決定している。いずれも世論の反対が大きかった内容だが、時の内閣が全てを閣議決定で決めるのであれば、 国権の最高機関であるはずの国会は不要になりかねず、まさに議会制民主主義の破壊行為。強行しているのが支持率1割台の内閣なのだ。安倍政権でも閣議決定を対応し、集団的自衛権の行使容認といった安保法案法制などをバンバン決めていたが、岸田政権もこの手口を踏襲しているようだ。そのうち自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金は合法などと閣議決定しかねないのではないか。以上ですね。 で、これね。まあこれね素人というか何も知らない人が言うならまだいいかもしれないしかし雑誌が一応裏取りなどをする力を持ってる媒体がこんなアホなことを言ってるとか頭が痛くなってくるえっとはっきり言ってこの記事ゴミです内容がでたらめすぎるしこれを読んで人生に利益になることはほぼゼロですね唯一 世の中には、アコギな商売をしてる奴らがいるなーって実感できるだけです。あ、もちろん、アコギな商売をしてるのは、この日刊現代ですね。で、ちょっと、この日刊現代の記事を添削しながら、閣議決定というものについて学んでおきましょう。あ、あらかじめ言っておくけど、岸田政権を批判するなーなんて、バカな主張じゃないからね。嘘を出たらめで議論するとか、クズだ。批判するならまともにしろよって、それだけだからね。 でね、皆さんご存知の通り国は偉いところで三権分立があるんですよね。で、基本的に国会内閣裁判所で三組の関係、役割分担みたいな話があるじゃないですか。で、そこで一応習うんだよね。内閣は法の執行機関だ。国会は法律を作るところだって。でね、それはまあ一応合ってるんですよ、スタートラインでは。 しかし、その先があるんですが、それを知らずにいると、このような日韓現代の記事に騙されるのかもしれませんが、これ、若干違うんですよね。で、当たり前ですが、内閣は、総理大臣そのものじゃないんですね。内閣は、その首長たる、内閣総理大臣、及びその他の国務大臣で組織されているものですよ。はい。人の集まりなんですよね。で、内閣は、法案を出したり、まあ、いろんな活動をするわけですが、 内閣は内閣法4条に基づき、閣議に基づき仕事をします。そして閣議とは合議体。すなわち、人の集まりである内閣が意思決定をするための会議ですね。ですから、内閣は閣議を開いて、いちいち意思決定をするんですよ。はい。閣議決定です。えっと、ですから、内閣が何か意思決定をしようとしたら、会議を開いて結論を出しました。それだけなんですよね。閣議決定って。 これ、内閣の方針確認とか、法律案を決めましたとか、またよく目にするのは、質問収集中に対する答弁は、閣議決定で返事しないとダメって決まってますから、やっぱり閣議決定します。ほら、一時期なんか変な質問に対して、わざわざ閣議決定するなーって馬鹿にするコメントが湧いてましたが、あれは質問者が悪いんであって、答弁をする側は閣議決定するのが法律のルールだったりする。 従って、はい、内閣は自分たちで何かをしようとすれば閣議決定をするんですね。ですから、何でも閣議決定してるんじゃない。意思決定をする際に閣議決定をしてるだけなんですね。したがって、閣議決定をさせるなって言ってるということは、内閣に仕事をするなって叫んでるも同然です。 ちなみにこれは法律の留保論という真面目な話になりますが、内閣の活動に全て法律の根拠が必要だとすると、機動的な活動ができなくなりますから、どのような行為には法律の根拠が必要かという議論があります。法律の根拠が必要な範囲が広がると行政の活動が硬直化しますし、範囲が狭まると行政の暴走が防げない。 ことになりますよね。で、まあ、普通はここで侵害留保説とかそういう話になるんですが、ざっくばらんに言うと法的な負担を国民に強いることは、国会を通した法律に従ってね。そうじゃないなら、内閣がまあ自由にしてもいいんじゃないってことです。ですから、安倍総理の国葬儀は国民に法的に外出禁止が命じられたり、金を出せとか言ってないので、国会を通さずに内閣の判断でやっていいよね。ってのが結構普通の考え方ですね。 でね、ですから、リ谷さんのように、閣議決定を内閣から取り上げてってのは意味不明です。仕事するなってことですから。また、町山氏もおかしいです。だって、閣議決定されたものは法案ですよ。えっと、この後、国会審議をするんでしょこの法案について。 もちろん、与党が立つ派だから、みたいな議論をしたくなる人もいるんでしょうが、それでも、国会審議を通じて国会が最終的に決める話であって、法案は法的効果を持ちません。法案は国民に負担を強いてません。ですから、町山氏のように閣議決定で国民に負担を強いるという認識は単純に間違ってるだけですね。そして、日韓現代、ゴミでしょ だって、記事に書かれているネットの声は、基本的に誤った認識に基づくものだけです。しかもそれをあたかも間違ってないかのように拡散し、最後は、時の内閣が全てを閣議決定で決めるのであれば、国権の最高機関であるはずの国会は不要になりかねず、まさに議会制民主主義の破壊行為、強行しているのが支持率1割台の内閣なのだ、と語り始めてる。いやいや。 閣議決定にはそんな力はなく、単に内閣が決めることを内閣が決めてるだけです。全く全てなんて決めてない。一体日韓現代は閣議決定をしたらなぜ議会制民主,主義が壊れると思ってるんだろう。強行って何だろう内閣の方針を決めたり、これからこれを国会で審議しようねって決めたり、そういうことが閣議決定なわけであって、閣議決定をするなってことは国会に寝ておけって言ってるようなものだよ。 だって、内閣の方針を決めるなって言ってるんだから。えっと、日韓現代、アホなのいや、アホなんだよね。だいたい支持率が仮に0.5%であろうが、内閣が存在している限り、閣議決定はするわけであって、正当性は当然あるんだよね。これ何度も言いますが、国民に負担を強いるようなことについては、国会審議を通すわけであって、閣議決定に正当性があるのかって語ってる段階で、ほとんど何もわかってないというか、負担が生じるのは、 国会が認めたからじゃん。でね、まあ政府側の候補がまずいみたいな話にもなるわけですが、このように法案って書いてるのに国民に負担を知るなーって言われ始めると、これはもはや候補がまずいとかそういう話じゃなく、発言者の理解がめちゃくちゃなんですよ。案だよ、案。案は採用されたり否決されるものでしょう。まあね、確かに。 内閣は法の執行機関ってことだけ覚えてると、なんか、閣議決定で何を決定してるねん。ってことで混乱するのかもしれないけど、合議体である内閣が何か行動しようとすれば、それは決議がいるでしょう。って話で、ですから、閣議決定で騒ぐのはおかしいんだよね。でね、これ、まあ法律を学んだことがない人とか、政治に関して不慣れだと思われる人が言ってるなら、まだ仕方ないのかもしれない。しかし、これはクズだよ。 えっとこちらはある一般の方が先ほどのように閣議決定が何か万能であるかのように誤解しているツイートを立憲の八木さん鎌田小百合議員が2023年5月6日に引用ツイートしたものですが国会が閉じると閣議決定連発審議させないとか言ってるいやいや審議すべきものは国会で審議するんだよ 閣議決定はいつもしまくってるんであって、国会を閉じてるから本来国会を通さないといけないものを閣議決定でやるってのはできません。まあ、予備費か補正予算か、みたいなことはあり得ますが、国会を無視した閣議決定ってよくわからないのよね。しかも実は、閣議は国会期間中の方が開くので、閣議決定は国会をやってる期間の方がたくさんなされてます。 そんなことを国会議員をやっている鎌田議員は知ってるはずなんですが、デマをそのまま広めようとしている。でね、最近フェイク画像などが問題になってますよね。こちらは NHK2024 年2月18日の記事ですね。見出しは。岸田首相の偽画像などが SNS で相次ぎ拡散、注意を呼びかけというものですね。記事を読むと、以前紹介した岸田首相の写真を合成して、ウクライナ批判をしているようなツイートがあった。フェイク画像が問題だという話ですね。 原口議員がいつものようにフェイク画像に騙されて拡散し削除して何も説明してないやつですね。で、記事の中にこんな記載がありますね。すなわち。 偽情報対策に詳しい国際大学の山口准教授は生成 AI など技術の進歩によって誰でも簡単に画像や映像を加工できるようになっており政治に関するフェイクも増えている選挙に影響を及ぼし社会の分断にもつながるため民主主義の根幹に関わる大きな危険性をはらんでいると述べ注意を呼びかけましたですね はい。嘘情報は私たちが意思決定をする際に間違った前提で考えることにつながるので民主主義を潰すことになるんですよね。これいつも言ってるように、ですから原口和弘議員は明確に民主主義の敵なんですよ。彼はデマを流して問題になると自分はそういう意見を言ってる人がいるということを紹介しただけだと逃げるわけですが、すでに医学界で否定されてる話を持ち出して、軽眼だとか褒めたりとやりたい放題。 政治に関する話でもデマを流し放題。その結果、それに騙されて何か投票すればまずいですよね。今回の閣議決定話もそうですね。明らかに間違ってる話なのに、それをそのまま流そうとしている何か意図を感じる日韓現代の記事は民主主義の敵ですし、鎌田議員の発言も意味不明です。まあもちろん有権者の自己責任、それが民主主義のコストと言えますが、故意におかしな情報を流してる奴らが言う話ではない。 まあ、ですから私としては、まともな情報をみんなで共有しましょう。その上で、岸田ごかしと思うなら、それはいいと思うけど、デマを流す媒体やインフルエンサーにいつまでも騙され続けて騒いでるなら、それは共犯だよって言いたいんだよね。まあね、このチャンネル来てくださってる方々は、できるだけね、事実に基づいて議論をしようということを根底に持ってる方だと思いますから、大丈夫だと信じたいんですけども、ぜひともね、わけのわからんインフルエンサーの発言とかね、日韓現代とか、 某国会議員の発言なんんかかににに流されずちちゃとととねね疑問に思ったちょったょ調べるとか、ね、まあ皆さんが勘違いしてそうな話題のテーマについては動画にしたいと思ってますからこれからもねご視聴お願いしますまたねさっきちょっと紹介しましたけども原口和弘議員がフェイク画像に騙されてデマ情報を拡散してそして削除逃亡した件について詳しく説明した動画をこちら側にまたマスコミの記事がゴミだってことでねガンに関するフェイク情報を流してしれーっとね 訂正していて、非常にふざけてる基地を書いた件について、ご紹介した動画をこちら側にご用意してますので、ご存知ない話がある方はね、ぜひともチェックしてください。ではぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。皆さんね、高評価ボタン忘れずにしてってくださいね。では次の動画、ライブなどでお会いしましょう。バイバイ。